皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キーコちゃんです。はい、ということで昨日に引き続きまして、本日もね、この水の遊園、まあ偽、劇獣神祭なんですけれども、まあ今回だけですね、今日までだな、第1回だな、やっぱな、天草四郎が なぜかいるっていう不自然な水の遊園、そう、つまりそれは、偽劇獣神祭なんですけども、はい、今後はこれ普通になってくるんでもう偽とは言えないんですが、今日はね、天草四郎を狙っていきたいと思ってるんですよ、私で、昨日最後豪語してましたね、天草四郎絶対出してやるって、だから今日絶対出してやるわ なで、いい感じ、運極が近いキャラクターが、5人います。グネビア、太公望、源内、フリーズで、青野、ここがいるので、この5人をね、まあ、どれか運極にしたいなと思っておりますので、お付き合いくださるようお願いも。はい、いきます。10連名72個残しね、おけまるおけまる、はぁ、レッツスタックゲッツスタックス。さあ頼むよ、マジで天草四郎、おぉ、天草四郎が出なければもう俺は終わりだ、もう終わりだ。出ました、獣神化キャラ、霧隠れ、才蔵。うん、20連目行こう。あれ才蔵取るラックスだっけ、もう運極だっけ、あ、運極だわ。ストライクショット、カモンベイビー、カモンベイビー、カモンベイビー、玉ねぎ食べれる。やべ、おい、やばいぞ、それは。30連目ゾウさん、さあどうだい、水の遊園は水のおさわりさん、困って、おい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 、やったー、ジェラルド・ジアオの来たよ、みんな、もっこり兄さん、もっこり兄さん来たよ。俺ね、 MDT 好きだったんだよね、モンストディフェンスチームのリーダー、ジェラルド・ジア・青野っていうんですけれども、いやー、地球の平和は俺が守るみたいなこと言わなかったっけ、地球の平和は俺が守ってやるぜ、あ、守ってやるぜ、だかっこいいよね、これね、バーンって殴るんだよ、これストライクショット。みんな分かってないよ、ジェラルド・ジア・青野のかっこよさ、混ぜちゃいまーす。やった、俺青野ってキャラクター好きだったからさ、これで俺はもう救われた、戻ったってくよ。はい、画面汚いけど許してね。やりました、やりますね。私の名前は行け青野、活躍させてえな、どっかで。でも獣神化してほしいな、むしろね、えみんな思ってるでしょ、獣神化させたいってね。はい、じゃあ次行きましょう、レッツゴー。てか天草四郎出てよ、見てみたいよ、劇獣神祭以外で出る天草四郎っていう、その不自然さをさ、俺目の当たりにしてみたい。ストライクショット、よろしくねー、天草四郎。おお、リュービー、ランスロット、マルコポーロ、リュービーじゃねえよ、カーノだよ、これカーノとランスロットとマルコポーロですね。マルコポーロ、まさしく春風の広場のステージ5、ラストステージで使えるっていう話ですね、ドラゴンキラーなんでね。行きましょう。ただあそこはね、ストライクショットでね、スピードアップが一番いいらしいからさ、別にマルコポーロも強いんだけど、カーリーとかさ、オズいいみたいだね。さあレッツゴー、天草四郎、俺の目的はそれだから、水の遊園の天草四郎という不自然さを見たいんだ俺は、頼む、ハック、確定、あー、パイ
これで出ていいよ。よろしく。おお、本当に出んじゃん。やっぱり出たー、出たー。いいね、白はいいよ。さあ、ただ他のキャラクターも音曲に近いから、まあ引き続きね、いろいろと狙っていきますよ、私は。うん、もう天草四郎はいらねえな。おい、何してんだ、ケツかんじゃい。右に変えて来い。あー、今回来ねえな、今回来ねえじゃねえかよ。おい、確定が来ねえぞ。敵ラネさん、ガッツ、こんなにたっぷり出ると思わなかったな。敵ラネさんと天草四郎、敵ラネさんって、敵ラも音曲近いんじゃないの。俺70かね、70。よし、よし、次だ。え、待って、ポセイドンさ、何気に運曲近いんだよ。あ、微妙だな、これ。なんだこの感じは。何なんだ。4890。あ、でも近い近い近い。ちょっと無駄になってるけど、1妖怪1を 多すぎになってるけどさ、まあいいや。あと30年できるから。いや、いいじゃん。グニャビア、カモン、グニャビア、カモン、ゲネビアガワンドゲネビアガワンドゥンドゥン。頼む、マジでグリーンビア欲しい。お願い、トトロ、グネビア、グネビア、違う、アンデルセンじゃない、グネ。アンデルセンだね。ゴンの声に似てるよな。童話のアイデア売ってこないかな。はい、ということで、あと20連だよ。まあ確定もあるからね。あの確定っていうか、あの星玉もあるから、まあ諦めるのは早い。グネビア来い。ストライクショット。なあ、頼むよ、グネビアって。グネビア出て。ラスト10連、これで、まあ星玉もたまるから、何かしら絶対星5当たるんですよ。その前の10連でこれで当てときたいという気持ちは分かるよね。じゃあ、行け行け、風のごとく魔界の剣士よ。クレミア、あ、してんの本当に。まあでも星玉確定。終わった。2回転グネビア、あー惜しい、テキーラじゃん。まあでも強いからいいや。テキーラってさ、あれなんだよ、初期の方では最強キャラとまで言われたんだよね。覚えてる、みんな、昔の民よ。昔の民、おかしいな、古き民よ。テキーラが当たればよし。あとなんだっけ、あの妖精のやつ、貴族性の忘れた、あれが強いって言われてたんだよな、懐かしいな。はい、まあということでね、今回は特にまあ目立ったキャラクターはいなかったかな、あっていう感じですけども、まあでも水の誘惑今回これで終わりですが、また次回ね、いろいろと当てられたらなっていう感じですかね。まあ、いないもんな、混ぜるやつな。はい、実質これで終焉の陣地を迎えてるのかな、うん、グネビアがマジで惜しかったな、普通に。あとあと1体だぜ。あっ、割かし悪くない、79の82か。あ、酸っぱいっちゃ酸っぱいな。うん、そんな
感じで、また次回ね狙っていけたらなと思います。明日からねまた違うガチャが、来ると思いますので、それもね100連して、なんとかねいろいろと当てていけたらなと思っておりますので、皆さんお楽しみにしていてくださればと思います。ということで以上ぎこちゃんでした。バイバイ。